の旅はいよいよ身軽になりました。ジェコジェのベルは数が重すぎて自分の人がいらない。リンゴとレモン、アップル、レモン、ハニー、シャメンザイン、これだけあればいい。分かりにくいサービス、そういうのはもうね、ちょっとコミュニケーションスキルアップしてですね、やっぱり世界から来る人に、コミュニケーション、なんていうの、先を読むってやつよね、30手先を読むってやつ。客もですね、食べるときはね、集中するっていうこと、マナーを良くするっていう、それはね、世界中から見られてますからね。やっぱりお金が入ってくるか、かかっていかないかは、ソーシャルマナーって大事ですよね。それから、目の前のことを一生懸命やるってことも大事ですよね。例えば自分はバイトだからとかね、ただこの午前中のね、レストランに来てるだけとかじゃなくてね、もうそこで得られるものはね、何でもかんでもね、取っていくっていう、気が大事でしょうね。そしてイスラエルは、これからね、待ち受けて観光客をもてなして、それでこれから、癒しの国、センター医療の国として、変貌を遂げる、テラビブ、エルシャナイム、ズッシー、エイラート、このなんか流れがね、美しく整えればですね、イスラエルはですね、永遠に繁栄するであろうというね、あろうというか、永遠に繁栄するというね、グッドサイクルで非常に大事だと思います。しかしこれはもううまくいってますよ。日本も見習えと私たちはね、こう勉強に来ますね。非常に得られることが多いです。